終わったはいどうもレイマルですということで皆様エイリーイベントお疲れ様でした。レイマルはねもう念願の、斉藤風花レン、風茶レン1位を取ることができました。本当に皆様応援と声援たくさんのコメントスーパーチャットありがとうございました。そしてねエイリーイベントが終わった日日向坂46の大阪公演、大阪城ホールで行われる前日に、レイマル一滴などねそちらの Vlog ぜひね、ご覧くださいませ。買ったぞやばない。あとでもフラッとの時にな気持ちしとったから、もういいわと思って。朝は無理やった。ゼロ。まあいいよ。通過取りなさい。必要となります。ファンクラブね。QR コード。チェックインしない。チェックインしない。お疲れ様です。レマルです。ずっと昨日コメントしとった。全面解散から語っております。あ、レイマルです。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。買ったんで桜坂のやつも送料かかる。叩いて金絶対買ってない。もうこの時点でいっぱい買ってます。怖いよな、これ。そう俺が買った風に。いくら食べされた？うわ、めっちゃ校内にいたそう、絶対。あげます。ここ見せていい？あげます。イベント結果発表したいと思います、はい、お願いします。やばない。やばない。すごい。やばない。めっちゃかっこいい。1位です。ねえ。かっこいい。はい。エールイベント終わりに、ソンアライブを来たレイマルでございます。以上です。そうなんや。いやーライブ最高だったね。ちょっと途中眠たい時間もあったけど。で帰ってきて22時半からねエイリーイベントのお礼配信をする予定だったので、エイリーイベントの準備ですね、ツイッターでツイートしたりサムネイル作ったりいろいろしてたんですけども、ここからレイマルちょっとね首が落ちてくるんですよ。さすがに3日間ほぼ寝ずに、仕事休みで最後の3日間寝ずにエリメントをしてたので、さすがにここでちょっと力尽きてきまして、ここね、首が落ちてしまいました。レイマル起きろ、レイマル起きろ、レイマル起きた。おー、ここ耐えました。いや俺配信をしないといけないっていうね、もう気合でねやっぱり今、起き上がりましたね。これこそねレイマルの1年間の成長と言いますか、眠たくなっても、おい寝るのか、寝ちゃうのか、あと始まるまで30分、まあ、30分ぐらいならね、まあまあ休憩ということで寝ちゃってもいいかなって思ってます。はい、まあ起きるでしょ、起きないね。あれなかなか起きないっすね。5分経ちましたけど、起きるのかな。おっと、もうすぐ、あと始まるまで3分、起きるのかレマル、このまま過ぎていく、あ、過ぎた。はい、ということでちょっと当日にお礼配信できなくて誠に申し訳ございませんでした。いや、する気は本当にあったんですけども、完全に力尽きましたね。寝落ちというか気絶に近い形になりました。代わりにね別日に俺配信させてもらったので、そちらもアーカイブ残ってると思うので、まだねご視聴になってない方はぜひご視聴くださいませ。ということでお疲れ様でした。バイバイ。